神聖なる壁を疑ってはなりません。神の手より生まれし壁は信仰心を捧げることでより強固になるのです。神を信じる無垢な心こそが巨人から我々を守る術であり、唯一巨人を退けられる力で。ニック司祭じゃありませんか。なんでこんなところで演説してるんです？我々は兵団の人間にも正しい教えを伝えたいのだ。壁に触れない限り私たちは脅かされることはない。5年前もウォール教はそう言ってましたけど、結局は超大型巨人がやってきましたよね。本来触れることすら恐れ多い壁に兵団が手を加えた。そのことが招いた災いだ。巨人の侵攻に対抗するなら壁の強化や武装は必要不可欠です。よさぬか、この不届き者め。貴様らはあの壁を、人知の及ばぬ神の偉業を見てもまだわからないのか。話にならないね。行こう、アルミ。あの人たちのせいで壁上を武装することさえ時間がかかったんでしたよね。ああ、あの壁に対する狂信的な態度、いつか私たちと調査兵団と衝突するかもね。